見ろ、今話題のカップル席だ。リクライニングになってるからリラックスして映画が見られる。普段はこの席すぐ埋まるんだぞ。だろ？しかも貸し切りだからな。誰にも邪魔されねえし、誰の目も気にしないで映画が見られる。んで、映画といえばこれだろ。奈落のポップコーン。しかもお前の好きな味な。どうだ、俺様にひれ伏せ。よし、すぐに始まるから座ってゆっくりしようぜ。準備でバタバタしてて腹減ったぜ。なあ、悪い悪い、お前の指まで食っちまった。そんな目で見んな。お、始まるな。ほら、もっとこっち来いよ。誰もいねえし遠慮すんな。おう、ほら手もよこせ。おお、うわ、おお、すげえ。あんまこっち見んな。映画に集中しろっつーの。映画に集中しろっつーの。最高のラストだったな。いや、マジでよかった。これまでの苦労をものともしないラストのハリスンの笑顔、やっべ、あー、マジで感動した。どっか行きたいなら付き合うけど、お前は何したいんだよ。煽んなよ。止まんなくなったらどうすんだよ。これ話を聞けっつうの。なあ、お前さ、どれだけ愛してるか。しゃあねえな。貸し切りだから邪魔も入んねえし、今日は覚悟しとけよ。